皆さんは最大のトラウマ映画、ジョーズを知っていますかユニバーサルサイジオジャパンで吊るされているサメの下で写真を撮る人が多いんじゃないでしょうかあの映画の話は現実離れしていると思っていて、我々には関係ないと、日本では安全だと思っていませんか実はそんなことはありません。ジョーズのモデルとなった巨大ザメのホジロザメは日本でも発見され、死人が出る事件も起きています。今回はそんな日本にも関係があるホジロザメを紹介します。6メートル超えの巨大ザメの危険性、最強すぎる攻撃能力、ホジロザメ影がある、死ぬ可能性のある危険交尾、 魚っぽくない繁殖。 残念すぎるシーンと弱点などなど魅力大きいホジロザメを紹介していきたいと思います。ピアすぎる行きましょうかです。生息地は広く全世界の海に生息していて、主に北アメリカや南アフリカ、オーストラリアなど、比較的冷たい海で多く発見されています。ですが、太平洋などの熱帯にも捕獲があり、日本でも発見されていて捕獲例もあります。平均体長約4.8メートルされていますが、日本で発見されたもので、一番大きいサイズのホジロザメは約5.8メートルにもなります。とても大きいですね。学校の黒板は5メートルらしいですからね。それよりもはるかに大きいです。これでもだいぶでかいんですが、 世界最大の2019年にハワイで発見された6.1メートル、体重2.5トン以上にもなる宝ジロザメが発見されています。そのためはディープブルーと呼ばれ愛されています。過去には11メートル超えも発見されている記憶がありますが、この記録は古く、ウワザメなどと間違えたのではないかと言われていて、信用はされていません。このディープブルーを発見したダイバーは一緒に泳いだりして写真撮ったりしてるんですが、え、食われないの大丈夫なのって思いますよね。 はい。ホコジロザメは英名でグレートホワイトシャークなど呼ばれますが、別名マンイーターシャークやホワイトデスや白いシリガミなどと呼ばれています。つまり大丈夫ではありません。とても安全とは言えません。ホコジロザメは捕食性の魚で獲物を噛みちぎり丸飲みすることで知られています。主に魚類や海に生息するオットセイやアザラシなどの哺乳類から、あの硬そうなウミガメなど、海鳥なんかも捕食します。人間も攻撃され命を落とす人も確認されています。日本でも死亡例があり、1992年の瀬トナイ海で被害に遭って死亡しています。 怖いですね。え、これらのことから人食いザメと恐れられていて、映画のジョーズなどにも使われているんですね。ですが、このコジロザメは、お、うまそうな人間いるじゃん、襲ったろ、との気分で人を襲うのではなく、基本人間保証の可能体制はないんですね。 上手くないんですよね。分厚い衣を身にまとっているので、食いにくいですからね。はい。好きじゃないんですよね。なら、なぜ襲うのかというと、見間違いらしいですね。人間のような長方形の生き物はアザラシやオットセイに似ているんですよね。サーフボードなども獲物だと思って攻撃してしまうらしいです。研究の結果で証明されています。絶対見間違えないでほしいですよね。見間違えちゃってすみませんからね。はい。人が間違えられて襲われることもありますが、人間が補助のためによって死亡する確率はとても低く、サメに殺される人は3年間に1人ほどしか数がないんですが、それに対し、スズメバチは日本でも年間約30人が死亡し、 あの凶暴側に殺される数は年間3000人近くなるので、それほど多くなく確率は低いっていうのはわかりますよね。なので、このディーブブールと泳ぐことも可能で、何でも食い殺す凶暴ザメとは少し違います。ですが、本物のオットセイやアザラシなどの獲物にはとても凶暴でモンスターになります。海面から背びれだけ出して、海面近くで周囲の様子を伺います。 えー、この行動をスパイオッピングとも呼び、えー、2キロ先の血の匂いを嗅ぎ分けるほどの嗅覚で獲物を探します。そして頭部の先にあるロレンチーニ期間という人間顔巻きの超高機能センサーがあり、この期間を使って相手が動いた時に出る微細な電気を感知して相手の位置を正確に特定します。これがあることによって暗い海の中だろうが、 獲物を探し出すことができるんですね。すごいですね。獲物を特定した次第、弾丸のような泳ぎに特化したニトンの巨体を使い、水中で自動車ほどのスピードを出し、相手を追って攻撃します。ですが、サメの体をよく見ると、頭の先端が飛び出ていて、口は低い位置にあるため、食べにくそうだなと思いますが、この口には秘密があり、上顎の前がぐっと飛び出て、相手捕食しやすくなっています。なので、あの、敏感センサーも使えて、相手を捕食しやすくなってるんですね。とても、賢いですね。そして、とても最強で、ホコジロザメの強さの理由でもあるのが、歯ですね。この歯の刃は、ギザギザ していててい上あご下あご合わせて30本ほどあありますこのの30本ある歯は私たち人間のように使い古された歯歯ででではななく無傷で新品な歯なんですねどういうことかというと、そこがとてもすごいところなんですけど、30本しかないと言いましたが、それは表に見えてるだけの歯で、え実際に隠れた場所に歯の列があり、隠れたものを合わせると約3000本もの歯があります。獲物を噛みついた際に暴れて逃げようとしても歯が抜けることで相手の体に歯が刺さり続け、致命傷を与えられる。それによって傷ついたり欠けてしまった古い歯には新しい歯が後ろから生えてきて、前方に回転するように 交換されますつまり、新しいピカピカのギンギンの刃で相手を襲えることができるわけです。すごいですね。この新しい歯を生涯約6万本以上生え変わることができます。 すごいですね。人間は2回ですからね。これほどホジロザメは強く多くの哺乳類などから多く恐れられています。海の食物連鎖の上位に組み込んでいます。それなら天敵いないのかな海では最強なのかなと思うかもしれませんが、天敵は言います。あの海のギャング、シャチです。ホジロザメは基本1匹で行動するため、群れで行動しているシャチに攻撃されると、手も足も出ないんですよねえ。シャチは頭がいいため、サメの体のどこに肝臓があるか、心臓があるかを把握していて、シャチに捕食された個体は大体内臓がないんですよね。えシャチによって生息場所を追いされることもあります。シャチにはやはりはわないんですね。 基本的単独行動で生活しますが、ずっと単独なわけではなく、ホホジロザメは毎年冬の時期に2ヶ月から3ヶ月間、ホホジロザメカフェと呼ばれる場所に多く集まることが発見されています。場所はメキシコとハワイの間にある海域で、そこは野生生物のほとんどいない場所で、海の砂漠と呼ばれているところなんですね。とてもこの場所への執念がとても強く、100日以上時間をかけてまで来るほどの個体がいて、さらに生まれたばかりの個体も、この何もないカフェに向かいます。 不思議ですよね。本能的なものがあるんでしょうね。多くのホコジロザメが同時期に集まることは記録によって分かっているんですが、なぜこの何もない場所に集まるのかは理由ははっきりと分かっていません。ですが、多く集まることによって繁殖しやすいことは間違いなくあり、カフェ内で交尾していることも確認されています。ホコジロザメの交尾と繁殖はサメを知る上でとても大切でとても面白いです。まず、交尾ですが、正直とても過酷です。まずオスはあの子いいなとメスに好意を抱くとアプローチをします。そのアプローチ方法は噛みつきます。ひどいですよね。 オスはメスの体が動かないように噛みついて押さえつけて交尾をするんですね。無理やり感あるんですけどね。さっきまですごい牙の話してて、メス平気なのかなって思いますよね。さすがに愛情表現ですから、加減して優しく噛むのかなって思いますよね。はい。普通に死ぬことがあるんだって。<laughs> おい優しくしろよ死んでしまったら元も子もないですよね。しかも、モテるメスは取り合いになって、両方から噛まれるんだって。 もうさ、オス同士で決着つけるわよ。メス使って取り合うなよ。その間メスずっと痛いんだよ。ひどいですよね。 そんな過酷な交尾を終えた後は子供を作るんですが、多くの魚類の繁殖は体外受精をして繁殖しますが、魚であってもサメやエイなどの万歳類というのは特殊な繁殖をします。それが哺乳類のように体の中で子供を育てます。魚なのに子供を産むんですね。卵ではなく子供を産むんですね。サメの中でも繁殖方法は違いますが、この体性という繁殖方法はサメの6割がこの方法をとります。我々人間はへその緒が子供に繋がっていて栄養を与えますが、サメはどうなっているのかというと、えー、まずミルクを与えて育てます。 もう哺乳類の話をしてるんかと思いますよね。腹の中でしかもミルクを与えますねなんて。違いますよ。魚ですからね。子宮ミルクと呼ばれる高栄養分のミルクを母の体で作り出し子供に与えます。この発見は日本の研究チームが発見したものです。とてもすごいですよね。えそしてこの子宮ミルクで育った後はというと、母はさらに体内に卵を産みます。それを子供は捕食します。兄弟を食べるんですね。そのため子供の腹はこれほど膨らみ成長して体から出てくるわけです。えそうして海の強者へと成長していき、たくましく生きるわけです。面白い話ですよね。 そんなホホジロザミちゃんなんですけど2キロ先の血をかぎ分ける嗅覚をお持ち そして頭部の先にあるロレンチーニヒカンという人間顔負けの超高機能精査があり、弾丸のような泳ぎに特化したニトンの巨体を使い、最速50キロで泳ぎ、何度も生え変わる歯という強力な武器もあり最強だという話をしましたが、意外な理由で、とても残念な理由で死んでしまうことがあります。それが最強の理由でもある歯なんですけど、相手に噛みついて暴れると抜けるじゃないですか。それで相手を弱らすことができるんですけど、弱った相手をね、弱った相手を丸呑みにするんですよね。 結果、刺さってる自分の歯も飲み込んで体の中を傷つけて死ぬことがあるんだって <laughs>。相手に致命傷を与える道具で自分も致命傷になるんだって <laughs>。相手の攻撃自分に食らっちゃってんですね。ね。 歯抜けない方がよかったんじゃないかな残念ですね。えー、そのため、水族館など行きますと、サメさんいるところがあるんですけど、床に注目していただきたいんですが、多くその牙が落ちてるので確認してみてください。えー、すいません、バカにしましたが、危険な生物の代わりないので、え、海に入る際には十分注意してください。で、もし、出くわして襲われそうになった時の、えー、ホージロザメの弱点を利用した対処法を教えます。で、まず、じゃ、弱点なんですけど、ホージロザメは、なぜか、逆にされると、気絶してしまいます。<laughs> で、15分以上その状態が続くと、大嬉し死んでしまいます。<laughs> <laughs> バグみたいな弱点なんですけど、えー、そして超高機能センサーなんですけど、超高機能すぎて磁石を近づけるとくるって使い物にならなくなるそうなんですね。なので対処はまず、あらかじめ手につけるタイプの磁石バンドをつけていき、えー、長めの棒を、 船の上に置いておきましょう。そして、襲われた際には、磁石を目の前に掲げ、相手のセンサーを狂わせて、相手が動揺しているうちに体を回して気でさせてください。ぐるんと回して気でさせてください。その間に船に避難して、持ってきた長い棒を使って、ホジロザメを起こしてあげてください。15分だったら溺れしんじうんでね。そうすれば誰も死なずに解決しますからね。準備を万端にして、海で遊んでください。はい、いかがだったでしょうか。上手のモデルにもなり、人食いモンスターと恐れられているホジロザメの全てを知ることで怖さが増したのか減少したのか、人によって違うかもしれませんが、興味を持つことは大切です。 このホホジロザメも海の強者でありますがフカヒレなどの料理されるため人間に人気があり多く乱獲され絶滅危惧種となってしまってますので生き物に少しでも興味を持ち水族館などに足を運んでみてください、えー、相手に致命傷を与える最強の武器で自分にも致命傷を与えてしまうホジロザメでしたご視聴ありがとうございました